はいどうも、今日も元気にバトーレーやっていきましょう。チャンプルーでーす。はいどうも、今日も元気にバトーレーやっていきましょう。チャンプルーでーす。ということでね、なんかさっきも見たメンツだな。はい、こんなもんでいきましょう。さあ、チャレですね。格闘では強いんですけどね。格闘では最強を誇るチャレなんですが。そう、水メカとか乗り物になるとね、耐久力がめちゃくちゃ弱いキャラクターになるんですけど、ただね、追尾性能はピカイチ。もうどこまでも追っていきます。もうね、もう、重度化した、ストーカー並みに追っていきます、弾が。いややばいやばい、被弾、一発の被弾でやばいから、この人。ちょっと弾取らせて。さあ、ロックオンした弾はね、綺麗に追尾するんで。ここから追っていくんですよ。やばくない？はっはっはー。あ、また弾見てね。このゲーム弾を見ることが大事って俺何回も言ってるのに、水メカに関してはもうなんか自分のことしか見てなかった。また危ない危ない、自分と相手の位置ぐらいしか見てなかった。ちょっと反省です。これ弾見る練習になるわ、マジで。格闘の時はね、めっちゃもう練習して意識してるように意識してるけど、誰が取った？負けるか。危ないね。開幕から人に向かってマグナムをぶっ放す野郎は誰ですか？この威力ですよ。わあ強い。もう一回諦めよう。おお、もうダメだ。これ一旦貯めて。オッケー。あ、人のマグナを取りやがったこいつ。人のマグナムじゃない。あ、惜しい。0-0なので引き寄せていきましょう。いて、お返しだ。はっはー。結構スピードも遅いな。スピード遅いけど、この追尾を生かして戦うって感じだな。でもチャルは普通に強いと思う。でも博士に対してはね、マジでやばいよ。博士はね、博士をチャルで相手するとね、格闘だとね、逆、チャルがボコボコにできるんですけど、水メカで、チャルが博士相手にすると、マジでね、ボコボコにされる、逆に。あーって、どうしようかな。あと
発撃ったらリロードして下がいいな。オッケー、やったー。んー、どうしようかな。あ、00じゃん。狙っていこう。これやれるわ。さあ、すごいですよ、この追尾力。すごい追尾していきます。追尾する。すごいすごすぎるな今の見た。これチャレンジしかできないゲートですから。すごいね、どこまで持っていきますね。おえ、パイソンってできるぞ、これ。まあ、パイソンじゃないんですけど。まあ、気分はそんな感じです、本当に。どこまでも追っていきます。ということでね、チャルのメカボーとパチンガーの弾の追尾性能に加えて、水メカの追尾性能もえげつないという感じでした。そして可愛いね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、お願いします。それでは、バイバイ。Thank you for watching.